こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。さあ今週はジャパンカップ、去年は世界一のレースとしても名高かったこのレースだけど、今回は遠征してくる外国馬3頭の評価をしていく動画になるわよ。おお。今年は去年みたいに国内の競合が勢揃いというよりは、海外からの資格のネームバリューがすごいわね。AI ダービーのほか、G1 を6勝のディープインパクト3区の欧州馬、オーグストロダンに馬主がビッグマウスで日本馬を相場が踏みつぶすと豪語しているキングジョージのゴリアットが遠征してくるわね。正直、ジャパンカップは海外からの遠征馬が来ない年もあって危機感もあったけど、こんなすごいメンツが来るなんてね。国内の競馬ファンは日本の競馬レベルが高くて世界一のレースだから遠征してこないんだっていう論者もいるけど、確かにジャパンカップをはじめに日本の競馬のレベルは世界のトップレベルかもしれないんだけど、正直レースの格はないんだよね。はあ、どういうことなの？例えば凱旋門賞やキングジョージ BC クラシックなんかの世界的大レース、世界中の競馬関係者、競馬ファンが注目するレースに勝った馬はどこでも種牡馬をやれるし引く手あまたなんだけど、じゃあ、ジャパンカップを勝った馬が世界でどのような評価を受けるのかというと、正直微妙。例えばアメリカで種牡馬として勝ち馬がリスペクトされるかといえばそんなことはないし、欧州でも、豪州でも、南アフリカや南米でもそうだろう。おお、確かに。日本でしかジャパンカップの繁殖価値のネームバリューはないわね。そういう意味で海外の競馬関係者は日本の競馬レベルは高いし、ジャパンカップのレベルの高さは認めるけど、勝ちたいレースじゃないし、勝ちがないレースとして取り残されている面はあるわね。辛辣ねえ。でも今年は欧州からビッグネームが来ているけど、これに関してはビッグネームの2頭とドイツのファンタスティックムーンといろいろ事情があるわけよ。さあ、それは一体？まずはジャパンカップのボーナスの形態として海外の有名レース。G1 の中でも芝の中長距離の一流のレースが JRA より指定外国競争として指名されていて、指定されたレースを勝っていてジャパンカップに出走するとそれだけで約3000万円のボーナスがもらえるわけよ。ジャパンカップって、海外遠征しなきゃ海外馬は来れないけど、基本的に招待競争でアゴ足付きよね。さらに出るだけで3000万円ってすごいわね。欧州だと G1 を買っても3000万円って賞金以下のこともあるのに。だから、最後の人稼ぎという意味で確実な3000万円をもらいに来ている。っていう思惑もあるわけよ。今回遠征してくる3頭はみんな JRA の指定するレースの勝ち馬でそのボーナスが確約されているしね。しかも、もし1着になれば約4億5千万円。2着で約1億8千万円。3着で約9250万円のボーナスが賞金とは別に交付されるわけよ。外国馬には、結構狙い目のレースではあると思うわね。おお。それにジャパンカップの賞金は世界でも有数。1着5億円。2着2億円。3着1億2500万円。ボーナスを合わせるとそやとんでもないお金が出る、まさに黄金の国ジパングってレースね。それでもジャパンカップに来る外国馬が少ないってのは、国際的にジャパンカップの価値がないっていう価値観と、そもそもジャパンカップのレースレベルが高すぎて勝負にならずに戦績が傷つく、っていうことから来ていないと思われる。じゃあ、どうしてこの3頭はこの惨敗のリスクを背負って海外遠征してくるのよ？それは各々事情があるけど、大きく分けて2つね。種牡馬としてバイアウト、もしくは疑似バイアウトできているかと、馬主の少年のような夢っていうか、世界最強を証明するという挑戦ね。さあ、どういうことなの？ジャパンカップの海外馬3頭の評価の前に、競馬ゆっくりは競馬の週末の予想やレース回顧、たまに真面目な競馬動画を出すチャンネルです。ぜひチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をしないと新しい動画がおすすめに乗りにくくなるのでぜひお願いします。G1 が続々に行われる10月から年末にかけては予想動画をレース当日朝に上げる可能性もあり、通称予想テロと呼ばれる所要もあるため、
競馬ゆっくりの動画を見逃したくない人はベルマーク通知の設定もお忘れなく。おお。当日朝にレース予想動画は結構見逃されるからね。ってことで、まずはゴリアットの評価なんだけど、この馬は筆頭オーナーのアメリカ人、レゾリュートレーシングのジョン・スチュワートがゴリアットを世界最強に、という夢を持ってビッグマウスと共に日本上陸。そうね。日本の競馬ファンの間でも早速話題になってるけど、オールストロダンもファンタスティックムーンもジャパンカップが引退レースでもう守護馬としての処遇も決まっているわけで、来年も現役続行するのはゴリアットのみってことでかなり色気を持ってやってきていることが伺えるわね。おお。ってことはガチガチに仕上げてきてものすごいパフォーマンスを見せてくれそうね。だけど、競馬ゆっくりはこの馬、多分惨敗すると思うんだよね。はあ？どうしてそんなこと言うの？まず、血統面なんだけど、この馬は共同オーナーのウルマン男爵がシュレンダーハン牧場で生産した馬でドイツの馬産はヨーロッパの他の地域や日本とは違い、一族を繋いでいく、大切にしていくという意識が強い。その特異性から世界的にだったり、ある特定の地域での主流血統が全く入ってない血統ができてしまい、そのような血統の馬が凱旋門賞などでたまに激走するという現象が起こることがある。日本でもその血統を求めて、いや乱獲しているような印象があるわね。マンハッタンカフェの母のサトルチェンジ、その兄弟のアグさんはビワハイジからブエナビスタと繋がっているし、同じ品系からはシュネルマイスターやサリオスなんかも出ているし、しかも、日本で繁栄している系統とは別のドイツのシュレンダーハン牧場の品系はアーバンシーとサドラーズウェルズとの交配で欧州競馬を制圧しているガリレオも生み出している。そう考えると、ゴリアットはシュレンダーハン牧場出身、世界を制覇している品系の宝庫、ドイツ生産界の心臓で生まれたわけで、かなり血統的な爆発力がありそうだけど、父はシュレンダーハン牧場で生まれてドイツダービー、ドイツ賞の G1 を2勝したアドラーフルークで守護馬入り後はドイツで有力守護馬として活躍し、リーディングサイヤーも獲得した馬なんだけど、このアドラーフルークは母母の血統がガリレオの母母と馬は違うけど同じで、父のインザウィングスの父はサドラーズウェルズ、つまりガリレオの父である。そうなるとガリレオとアドラーフルークの血統はかなり似通っているわけね。だから守護馬としても競走馬としても成功している面はあるわね。で、このアドラーフルークからは不良馬場の凱旋門賞を圧勝したトルカータータッソなど、ドイツを中心に活躍馬が出ている。しかし、第一の問題がこの父の問題で、案外ジャパンカップにドイツの馬は出走しており、このアドラーフルーク3区の遠征例もある。2015年のジャパンカップ18着の伊藤はバイエルン大賞勝ち。2016年、2017年と来日したイキートスは7着、15着。正直これを見ると日本への適性は感じられない。一応、アドラーフルークの父のインザウィングスはジャパンカップを勝ったシングスピールを出しているけど、なかなか難しいわね。で、ゴリアットの母系はゴリッゴリのドイツ血統なわけだけど、スタミナ色が強いのを気にして加算区には短距離が出ることが多いシャーマーダルやダイナフォーマー、アンフワインとスピードを求めて後輩を重ねている。まあ、ドイツのモンズンもいるけどね。この母系からもジャパンカップに2017年遠征したバーデン大賞勝ちのギニョールが9着だったわね。そう考えると、父系の母系も日本の競馬には今一つ合わないように見えるわけよ。おお。そもそもこの馬は2歳児に去勢されてしまい戦馬になってしまったことからキングジョージを買ったとしても生産活動ができない。そのために金を積んだアメリカ人が筆頭オーナーになれただけで普通買うことができない馬。そういう意味ではジャパンカップに来るのは戦馬だし、ある意味では自然なことなのかもね。はしゃいでるジョン・スチュワートは戦馬じゃなければ手に入れられない馬ってわかってんのかしら？まあ、少数オーナーのウルマン男爵はその下品さに頭を抱えてそうだけど、ゴリアット自体、キング・ジョージ以外の成績を見るとただの重賞馬で、貧弱な成績なんだよねー。まあ、
戦場だから凱旋門賞など出れるレースに制限があるからジャパンカップで世界一を証明するって言ってんだろうけど。は？しかも、普通にフランスの馬に負けてるし、これをどう思うかって感じなのよね。キングジョージを度外視して隠してみると、この馬を頭で買えますか？フロックじゃないんですか？って思えちゃうし、それにキングジョージは両馬場発表だったけどかなり馬場は緩かったってことだし、そういう意味では両馬場のジャパンカップではかなり信じられない。父はあのトルカータータッソの父なんだよ。おう。でも、キングジョージのメンバーは好メンバーだったし、任した相手はかなり強いんじゃないの？二着のブルーストッキングは確かに凱旋門賞を勝っているけど、今年の凱旋門賞は近年稀に見る低レベルのメンバーだったし、結局ロンシャンのコース適性が高い順に決まった印象。牝馬のベルメイユ賞組が1着、3着に入ってるしね。それに3着のレベルスロマンスは確かに強い馬だけど、ドバイシーマクラシックはノーマークの無欲の逃げがハマった印象だし、これだけを見てリバティアイランドやジャスケンパレスより上なんて言えない。レベルスロマンスは戦場だから欧州の G1 で派出れるレースが少ないし、戦績は1着が並ぶけど、制した G1 の格を見るとかなり疑問のあるレースばかり。そういう意味では、競馬ゆっくりはゴリアット、かなり疑問だと思ってるわけね。あと2桁以上の頭数のレースをこなしていないし、かなりそこは不安ね。日本の競馬はそういう意味で激しいし。まあ、成金の馬主がラーラー騒いでるだけって感じね。雨が降ったら全然わからないけど、京都競馬場はともかく東京競馬場はうちも全然日本向きの軽い馬場だし、ゴリアットが来ることは絶対ないと思うわね。スピードが足りないわよ。残念だったな。ジョン・スチュワート競馬場で配るゴリアットのカードはレース後メルカリで100円で売られてしまうよ。そういう衝撃のレースになると思うよ。はあ、やめろやめろ。で、クールモアのオールストロダンなんだけど、この馬はクールモアの牧場でアイルランドで種牡馬入り、種付け量も決まってるし、初年度の種付け数は確保されている。種牡馬としてある程度疑似バイアウトしている馬だし、父はディープインパクト、日本への適性はゴリアットよりは全然あるわね。そのためにキャリア最後のレースということでガチガチに仕上げてくると思うし、期待はできそうね。この馬は G1 を6勝してるんだけど、今回は G1 がキングジョージのみのゴリアットに食われてしまっている。でも競馬ゆっくりは海外勢の馬ならこの馬が一番来そうな気はするけどね。おう、この馬はとにかく欧州にいた時は馬場との戦いだったし、気に入らない馬場なら A2000 ギニーやキングジョージと全然走らなかったし、両馬場でも重馬場でも走らない時には走らないし、死者選択が難しい。ただ、この馬はあんまり強くないっていう推論も成り立つ。アイダービーを制した馬場が合うはずの空でタタソールズ金牌はホワイトバーチに大差をつけられてるし、同じく3歳児に勝った日本馬にも馬場が合うレパーズタウンのアイチャンピオンステークスも普通に3歳のエコノミクスに負けてるし、そこから凱旋門賞も A チャンピオンステークスも B シーターフにも出走せずにジャパンカップっていうのが不気味なんだよね。ガチガチに仕上げて引退レースを飾る方針なのか、それとも、ってことね。決闘的にディープインパクトはともかく、母のロードデンドロンはマイルの G1 を2勝しているし、母のハイウェイツヘブンも G1 を3勝。うち2勝がマイル G1 だし、母父はガリレオで重苦しいけど、母父ピボタル、母父にインディアンリッチとスピードが注入されているし、それにガリレオも重い印象あるけど、ガリレオの母父ミスワキはアメリカンな血統だしミスタープロスペクター直し、このスピーディーな血がゴリアットには足りない。ってことはオールストロダン、競馬ゆっくりはどう評価するの？両馬場ならやや重まで限定で2着、3着までかな。日本っぽい溜めて溜めての競馬でどんな末脚を出すか期待ね。前頭評価的に言うと C 評価かな。おう、じゃあ、ファンタスティックムーンはどうなの？この馬は血を繋いでいく意識が強いドイツの馬でドイツ生産馬。
この馬は馬主のリバケレーシングのまま種牡馬入りが決定しているし、この馬も疑似バイアウトみたいな状態での挑戦。そうなると引退レースだしガチガチに仕上げてきそうね。そうね、これは3頭とも共通しているわね。まあ戦場じゃないオールストロダンとファンタスティックムーンは新しい生活があるから本当にギリギリまで無理はしないだろうけどね。おお、血統表を見るとボケイはやっぱりガチガチのドイツ血統だけど、父のシーザムーンはドイツ血統ではあるけどシーザスターズの血統がスピード色が強いから気にならないかな。ただし申し訳ないけどドイツの実績、ドイツの一流レースは欧州の二流、下駄履かせても一流半、そういう意味では戦績的に能力不足を感じざるを得ない。まあ凱旋門賞、ガネー賞とフランスの競馬では惨敗してるし、ニエユ賞は勝ってはいるけどね。凱旋門賞はミチワルでスクラッチ、失踪取り消しをしようとしたけどお金がかかるため失踪したんだけど、この馬は両馬場の方がいいみたい。そういう意味で適正的には期待できそうだし、血統的にはそこそこやれそうだけど、さすがにこの戦績ではドイツ馬のジャパンカップ制覇の例はランドの例があって戦績は似てはいるけど相当難しい D 評価ね。おお、以上でジャパンカップの外国馬3頭の評価を終わっていくけど、かなり全体的に辛辣な評価ね。基本的に説明した通りジャパンカップは賞金はものすごく高いしボーナスはものすごいから金銭的な理由で遠征はありえるんだけど、日本の馬は C し、失走頭数が多いから戦績的に傷がつく場合が多いし、それにやっぱり金銭的なもの以外種牡馬入りなどの時に箔をつける競争ではないからね。戦場はレースで賞金を稼ぐのが史上命題だからゴリアットはいいと思ったんだけどね。そういう宿命で高額賞金のアゴ足付きでアメリカから来たチャンピオンクラスのジョン・ヘンリーはジャパンカップを惨敗しているからね。ゴリアットは令和のジョン・ヘンリーになりかねないし、血統的にも戦績的にもこの馬が日本でやれるとは思えないのよねー。つまり競馬ゆっくりは地元の日本馬をしこたま買いたいわけね。そういうことね。まあドウデュースが天皇賞秋の上がりみたいなとんでもないタイム出してくれるんならドウデュースを真っ先に買いたいけどね。おお、まあそれは後日の前頭評価動画でやればね。そうね、とにかくジョン・スチュワート君、君はアメリカ人だよね。昭和にはアメリカにジャパンカップを惨敗したジョン・ヘンリーという馬がいたからね。君は令和のジョン・ヘンリーになりに来たのかな。競馬ゆっくりはゴリアットは令和のジョン・ヘンリーになると思うよ。ゴリアットの評価は絶対に来ない D 評価です。おお、これは煽りゲーですね。正直レース後のジョンの顔が楽しみ楽しみ。これでゴリアットが来たら競馬ゆっくりさんはどうなってしまうのか。は？以上になります。高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは。